すいません、皆さん今日はあのガレ横にはなかなかないバイクでお送りします。そうなんです。ちゃん、はい、もう暗殺者じゃないんだからそういう黒い手袋やめてよ、もう。これワークマンさんからもらったね。そうなんですよね、本当ワークマンさんから本当手袋なんかいただいちゃって、もう作業にも熱が入りますよ。助かります。熱といえば、はい、菊ちゃん、はい、なんかなんすか最近このゴリラに対するねえ、ちょっとその欲しい欲しいアピール。そうですね、そんなに僕あんまり物欲しがるタイプじゃないですけど。そうです、私も菊ちゃんにこんなことを言われたのは初めてなんで、はい、なんでどこでスイッチ入っちゃったのと思ってたんですよ、はい、いや、そのそもそも 50cc のこのギア付きバイクって中では、はい、僕らの世代の時は、はい、NSR とか、はい、ああいうのがバーッと出てきた頃だったんですけど。ああ、そう、NSR とかも出てたんですか。そうです、NS1 とか。はい、ちょっとあの大きいやつだよね。はい、そうです。結構みんなああいうのを 50cc 原付しか持ってないけど、はい、あれ乗って楽しいみたいなやって、はい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 、乗ってたんですけど、僕はこっちタイプが好きだったんで、はい、その中でもやっぱゴリラがやっぱ一番好きだったんですよね。そうなの。はい、まあ、だから僕中免取る前に原付先取って、はい、ギア付きを練習したのはギャグって、あの、あ、知ってます、はい、ちょっとこうレーサータイプではありますけど、はい、はい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 、あれはあれで楽しいバイクだったんですけど、はい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 、やっぱこっちのタイプを僕乗りにくくて嫌だなと思ってて。でもね、キフちゃん、はい、ギャグは早かった。遅かったですね。でもこいつめちゃくちゃ遅いっすよ。そうか、そうですよね。それはいいんですか。はい、いや、スピードはもうでも求めてないですし、 50cc には。しかし、はい、佐田くん、宇野くんの仮に原付ツーリングになんか参加したいみたいなこと言ってたじゃないですか。はい、あれですよ、子供はあの原付ツーリングの動画見てからですよね。いや、あの二人は早いですよ。はい、あ、そうです。しかも原チャリって、はい、そのトップスピードまでが早いじゃないですか。はいはい、そうですね。僕エイプ100で、あの、走ってましたけど、はい、やっぱね、街中はスクーター早いですね。そうなんだ、エイプ100でも追いつかないというか、まあ30キロが制限なんでね、まあ、30キロのトップスピードまではあっという間で一気にできますもんね。そうなんですよ。で、キクちゃんはこいつをとりあえず路上復帰させたいと。させたいです、もう遅くてもいいですし、うんうん、なんとかこいつを走る状態にしてあげたいっていう気持ちはありますね。そのね、気持ち、はい、私組みます。ありがとうございます。まずじゃあこいつの何がダメか、はい、それをチェックしましょうか。そうですね。っていうかね、これ倉庫保管だったんでね、はい、そんな、はい、埃はすごいけど、はい、そこまでひどくはないですよね。これタンクの中どうですかね。タンクの中どうですかね。ちょっとどうかな。あれ、結構綺麗じゃないですか。あれ、あ、これ結構綺麗。あ、本当だ。え、サビゼロじゃん。すごくないですか。本当だ。なんで？ちゅうかガソリンカラッカラじゃない？カラッカラですね。あ、これガソリン抜いてたんだね、ちゃんとね。あ、なんか本当下の方の溶接部とかにちょっとサビがあるぐらいですね。それぐらいだったら全然いいの。まあ、タイヤはね、これ完全にパンクしてんですよ。これ僕、はいはい、エアー何回か入れたんですけど、はい、エアーはダメ。はい。そうですね、もちろんこのままなんで、ね、だタイヤチューブは要交換ですね、はい、それで、ね、これフロントフォークは普通のバイクと違って、はい、あのオイル入ってないらしいんで。え、そうなんですか。はい、中にただスプリングがあって、はい、このダストシールっていうのは、はい、ホコリを塞ぐためのものらしいんですよ。ほう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 。だから中にオイルは入ってないって聞きましたね。へえ、
なるほど。はい。じゃあこの辺のなんかオイル漏れてるみたいになってるのは、なんすかねそれね。オイルではなくそのスプリングのためのこのね、なんかね、ちょっとここはね、私もこんなちっちゃいバイクいじったことないんでね。そうっすよ、ね。ちょっとこれ外装聞くちゃん。はい。取れる？はい、ちょっと。外装とかどうやって取んのこれ？知らないですよね。はい。でも見てください、ほら、え、がっちりこの刺すと友締め一緒に止まってますよ。おお、じゃあそれ刺す緩めましょう。そうですね、止めます。これあれだね、まずは外装をばらして、はい、洗車から始めましょうか。そうですね。ね、洗車することによってどんだけ生き返るかじゃないですか。本当ですね。これなんかさ、四方みたいだよね、黄色で。そうですね。うん。でもさ、これってさ、めちゃめちゃハマってめちゃめちゃ金かけていじってる人いっぱいいるもんね。いっぱいいますね。だから実は面白いのかもね。で、自分でやっぱやれるレベルってことなんですね。あ、そう、1分の1プラモって言ってたな。ああ、そういうね、楽しみですね、うん、これさ、はい、いじったことないバイクって面白いね。面白いですね。あ、これがそうか。なんか尖ってますよ、ね、本当だ。見たことない。え、そんな、あ、でも、あ、でもようやく緩んだ感じが。あ、そう、これさ、友締めとかじゃない、もしかしたら。違う、向こう、向こうから1本入ってるみたいな。あ、可能性あります。どう、そうでもない。これをね、見てる視聴者さんは、はい、ね、はい、そうじゃねえんだよって多分言ってるよね。知ってる、知ってる人からするとね。そう。やっぱりそうですね。そうでしょ。はい。一本が通ってます。そうでしょ、やっぱし。はい、俺そんな気がしたんですよ。さすが。いやー、このゴリラなぁ。キクちゃん、身長178だっけ？はい。こんな巨人が、こんな近いの飲んの？いや、ちょっとね、まあ遊びのね。まあね。あ、来た来た来た。あ、何やこれ。おしっと綺麗じゃん、別にね、うん、普通にこのまま乗れるレベルでしょ。破れてもないし、うん、あれ、これガソリンタンクも外しましょう。はい、あれは、あ、いいね、これいいですね、うん、え、これなんか別に綺麗だね。ね、ほんと埃があるだけの話で、うん、こいつ可愛いじゃん、菊池。いや、これはあの新潟にいたら、うん、そうですよ。あと20年は眠ってそうだったんで、うん、間違いないですね。これさ、はい、とりあえずさ、あれだね、キャブ、はい、洗ってさ、はい、エンジンかけようよ。お、いいですね、うん、うわ、取れた取れた、うわ、取れた、いいね。あら、これは一回ガソリン、はい、これでもどうなんですか、錆取りした方がいいんじゃないの。そうでしょうね。錆取りというかコーティングだろうな、うん、これ絶対さ、こういう風になってるってことは穴開けんでしょ、うん、ほら、これピンホールじゃない、これ、キクちゃん、どう、危ないですか、これどうなんでしょう、これ、このさ、プツってなってるのが、はいはいはい、ピンホールじゃねえかと思うんで、へ、それ、ここで一回ペーパー当てて、はいはい、ね、出てきたらそこ、ハンダで埋めちゃうか。あ、そうですね、こいつはそのままね、ちゃんと使ってあげたいですね。これ使いたいね、そのままね、塗装しないとしても、はい、このまま使いたいな、はい、まず、そいつにキャップつけて、はい、外装も洗って、はい、車体も、はい、洗うところから始めましょうか、はい、そしたら、はい、俺がキャブレター、はい、チャッチャッチャと洗って、はい、今日エンジン始動しちゃいましょう。 うわ、すいません、皆さん、今日はあのガレ横にはなかなかないバイクでお送りします。そうなんです。キクちゃんのね、はい、思いを、すいません、僕のわがまま聞いてください。じゃあ早速ね、はい、洗いますよ。洗います。キクちゃん、はい、丸裸になりましたね、はい。まずは皆さん、この薄汚れたこのバイクちゃんをよーく見ていただいてね、はい、菊ちゃんのテクニックによりこれがどんだけ綺麗になるか。そうですね、まあ、簡単に水洗いをまずしますね、はい、まあこういうところは灯油でしょうね。そうですね、油はね、でも菊ちゃんはね、全部自分のバイクも全部綺麗ですから私はこれも相当綺麗になるんじゃないかと思っておりますよ。ちょっと頑張って自分で乗りたいと思ってるものですからね。そうね、よりより綺麗、まあ、菊ちゃんはね、他人のもんでも自分のもののように綺麗にする男ですから、
ちょっとこれ頑張ってやってみて、はい、使わさいね。生き生きしてますね。そうですね。これはでも綺麗になりそうです。この子も何十年かぶりの水浴びですな。そうですね。ちょっとパプリーズやってるみたいになってますけど、もらった洗剤をこっち入れ替えてますから。そういうことですね。俺もなんでパプリーズぶっかけてるのかなと思ったんですけど。誤解をね、招かない。そういうことですね。完全にパクってるだけじゃないですか。はい、あ、はい。ちょっとね、ゴリラ。なんかきなこ餅みたいになっちゃってますけど。うわー、やっぱりな。これ何年前ぐらいの？もう20年以上持ってるんですよ。このゴリラ。はい。はい、そうなんですよ。ガソリンが、うん、あの腐るところでタールみたいになるんですよ。へー、こんなになるんだ。汚いわ、これ確かに。だからこの中ももう固着しちゃってて、はい、ガソリンもこう通んないですから、エンジンかかんないんですよ。はいはいはい。じゃあこれを、はい、きれいにして、はい、今日菊ちゃんね、はい、エンジンかかるとこまでどうしても見たいっていう。いやー、最高ですね、そこまでいったら。あのね、菊ちゃんがね、欲しがることなんてなかなかないんですよ。ねえ、だから僕も今日ここガレオコ来て、はい、もう1時間半ぐらい経ちますけど、はい、僕と横にはね、ずっとバカ話してますけど、そうなんです。菊ちゃんが一人でね、もう黙々と、もう自分のものだよと。そうですね。ねえ。ちょっとアピールして。アピールするかのごとく。ね、結構、外装。一人一個って決まってますけどね。で、あの、バイクをね、はい、今までいなかったですよね、バイクごと1個借りるっていうやり方。このゴリラは、はい、菊ちゃんのものなんですか？全然違います。いや、すっごい磨いてましたよね、はい、我々の話にも参加全部、はい、だからね、もう多分菊ちゃんは、はい、あざといんで。いや、嘘だ。おそらくこの下向きな姿を見て、俺が断れない状態に、はい、追い込もうとしてる。いや、今日なんかずっと磨いてましたよ、一人で。けど可愛いよね。そうなんですよ。いや、ちょっとね、こうほこりまみれだったんで、それをちょっと今綺麗にねしたら、うん、結構 ね、結構良くなりました。欲しい欲しい欲しいっていうね、言ってるような人だったら相手にしませんけど、ああ、普段何も欲しがらない菊ちゃんが、まあ、欲しがってきた以上、ああ、俺もね、いやとは言えない。渾身の一撃ですよね、菊ちゃんがこれ欲しいっていうの。でもちっちゃいバイク欲しくなりますよね。欲しいね。ちょっとね、ちょっと家からちょっと行くにはいい。そうなんですよ。それでね、都内なんかでちょっとあの、うん、ほら、ゲンチャリツーリング面白かった。いや、楽しいでしょうね。大ちゃんちゴール、うん、たこ焼き屋ゴールにして。僕も今、はい、バイク7班と車ジープなんです。はいはいはい。そうなんだよね。だからおしゃれだから、バイクを乗り出したら、はい、もうちょっとしたとかバイクで行きたいなって気持ちになる。はい、そう。ただ7班をこっからあそこまで行くのがちょっとしんどい。そうなんですよね。なんかパッソルとか、はい、ああいいですね。ゴリラでもいい、はいはい、やっぱちっちゃいの欲しいよね。いや、これちっちゃいバイクブームまたこれありますね。いや、全然ある。はい、ちょっと可愛いですね。可愛い、本当に可愛い。昔はなんかあの部屋とか飾った人がないです。俺もね、実はね、うん、ゴールドモンキーを、あー、これゴールドのメッキモンキーを、はい、押し入れに飾ってました。すごい。俺の部屋の押し入れに飾って、すごいな。で飾った。いろいろ遊べるんですよ、乗り終わった後も。そうなんです。遊べるんですよね、ゴリラ。そうですね。かわいいもん。かわいい。キちゃんこれね、結構本気ですよ。長いつも。いや、本気です。言ってるのが本気です。もう本当に欲しいんだ。欲しいです。本当に欲しいから、ね、買うとしたら今いくらぐらいで売ってるんですか？結構高いんですよね。でも20万ぐらい。状態にもよるでしょうけど。キクちゃんがね、心理引っかかりしてますから。そうですね。あれ、横にいくらだったじゃないですかっていうのね。言えるんだ。言えますからね。この3人はね、終わんないですから、喋りましたら ね、 ちょっとこれ終わりにしますよ。すみません、すみません。ちょっとじゃあね、キャブをきれいにして、エンジンがかかるとこまでちょっと行きたいなと思います。はい、よろしくお願いします。そう、横にキャブ清掃作業が。いや、普段はね、私こういうのあんまりやりたくないんですけど、はい、ゴリラが
気に入っちゃって気に入っちゃって。あれちょっと待ってください。あれおかしいな。そうじゃなかったはずなんだけど。いやなんか黒瀬くんがさ、はい、のこの人気みたいなのさちょっとやばい話さっき聞いちゃったのかな。でもね平気、はい、僕にはほらダックスがあるから。あそうなんですよね、横に持ってますもんね。ダックスがね、はい、前のほら作って、はい、途中までできたやつがあるから、はい、いやめっちゃちょっとすごいですね。やっぱ灯油です、やっぱ。なるほど、最初中身をこれですね、うん、こいつでやってエンジンコンディションなんかね、まあこういうキャブクリーナーで洗った後、はい、あとほら周りはやっぱこういうのじゃ、はい、なかなか綺麗にならないんで、はい、やっぱり灯油ですよ。灯油 is ナンバーワン。いやそれはでも本当横に聞いて初めて知りましたね。灯油よ、どんな油汚れでも灯油は落ちますからね、うん、ほら油には油ってことですね。そうですそうです。いや本当綺麗になった。であとはこの中を綺麗に、はいね、詰まりを取って。はい菊ちゃん、はい、だいぶ仕上がってきたじゃない。まあまあ僕は綺麗にしただけですけど。いやでもやっぱシミが取れないね。なかなか取れないそこ。いや多分あれもうちょっといけると思うんですけど、ちょっと軽くこすったぐらいだと。菊ちゃんのさ、はい、やる気アップしてあげようか。はいね、はい、これエンジン、はいはい、かかるよ。えキャブまだついてないですよこれね、はい、やると多分ね怒る人いると思う。はい、ちょっとねポイント書だし、はい、ちょっと今やったのはなエンジン。すげえ。え？あれだって、え、ガソリンも入れてないし、キャブもついてないのに。こういうことをやっちゃ本当にいけないんですけど。はい。とりあえずエンジン来てるっていうことで。うわあ嬉しい。なんかやっぱエンジンかかるってすごいことですね。やる気起きるでしょ。すごいウキウキが止まらないです。そうでしょ。はい。これ。はい。もうバリバリですよ。菊ちゃん、はい、何撮ってんのよ。いや僕も撮ってるんですよ、はい、ちょっとそろそろこいつをバラしてついに本腰、はい、綺麗にしていこうかなと思って。でも菊ちゃんさ、はい、これさ、はい、言うても綺麗ですよ。そうですね、うん、錆びてるところがまあちょいちょいあったり、はい、このガス錆びがあったり、はい、そうなんですよ。どうせやるならはいとことんバラして、うん、もうフレームもまあそのいわゆるねこういう旧車をやるみたいな、うん、はいはい、あれは無理ですけど、はい、自分でちょっと綺麗にペーパーかけて、うん、普通にスプレーで塗るみたいなことをね、マフラーとかもね、うんうんうん、やれたらいいなと思ってます。まあ言うてもこのリアサスとか、はい、めっちゃ安いですからね新品ね。あそうなんですね、はい、今、はい、このモンゴリ系の、はいはいはい、部品屋さんってめちゃくちゃあるんですよ。ほう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 。僕もこれ先輩自分のダックスをやるときに先輩から聞いて、はい、いろんなね業者さんあるんで、そうなんです、ね、そういうのを活用して綺麗にするのも一つの手ですから。そうですね、はい、もちろんそのお金をかけてみたいなことじゃないんで、そうそう、ね、手間暇かけてってことね、はい、そっちです ね愛情がこもりますからそれの方が、はい、で菊ちゃん、はい、まあまずは今回はじゃあ菊ちゃんが先導していただき、はいはい、私が手伝えるところは手伝いますし、はい、じゃあまずは菊ちゃん何なんですかこれ。そうですね、ちょっと本当外していこうかな、一回バラしちゃおうかなとは。おやるね菊ちゃん。思ってます。あやった方がいいよ、だったら勉強にもなるしね。ね、そうそういうの俺手伝いますよ。ちょっとおもちゃをね自分でこういじる感覚で。それでは頑張ってください。はい頑張ります。いいっす菊ちゃん、はい、さっきからなんかさ、はい、カンカンやってますけど、はい、もうあのでしょ難題、難題なんでしょ、はい、マフラー今外そうとしてたんですけど、はい、マフラーのこのガードみたいなのを止めてる、はい、もうちょっとビスが1本どうしても外れないのやばいっすこいつが。わかりました、私に任せんかい。どれ？ちょっとあこれだ、はい、このビスがもうこれでもビス変えるでしょ。そうですね、綺麗にしちゃっていいんだよ、ね、はいもちろんです。バイスプライム。あはいはい、なるほど、バイスですよこういう場合は、はあ、
もうネジ自体を掴んで、あれもう行きました。さすが菊ちゃん、さすがですね。わあ、さすがです。横にありがとうございます。もう菊ちゃん、はい、こういうことで呼ばんといてよ。いや、いろいろね、やっぱりあのでも潤滑スプレーこれね、はい、最初からこれで回したら、はい、下手したら頭取れちゃってる。あ、なるほど。菊ちゃんがさっきからこうバンバン叩いてたじゃん、はあはあはあ、だから良かったのかもしれない。衝撃をね、与えると少しね、わあ、取れた取れた。だからこういうワッシャーは奥に入れとかなきゃダメよ。はい、ここね、はははは、よかったじゃないですか。ありがとうございます。すいません。くっちゃん、はい、何、いや、横に、はい、無事に取れました、このネジはね。はいはい、もうマフラーどこもついてないですよ。はい、もうこっから抜けないですわ。それはないでしょ。いや、これ、いや、じくちゃん、どう言って、何かがあるのかな。とりあえず、はい、ね、はい、もうスポンと、この場合はスポンといけると思ってたら、まあ当然、いけますよ。今の俺電チャリで、はい、こんなんで、どうにかなったことないの、はい、当然初めて外されるんでしょうね、この感じは。そうです。いや、折れたりしねえから大丈夫、怖いな。折れるけど、はい、こういうのって、はい、これ錆びてないから、はい、折れないけど、原付とかよく折れる。あ、そうですか、うん、できる限りこいつのまんまを。あ、でも本当だね。すごいですよね。ここだけだよ、ガチガチ。え、なんで、ほら、もうすごい、ほら、あー、取れた。これさ、カラーが入ってたからだよ、ほら。はあ、なるほど。これだからさ、今のオートバイってさ、はいはい、原付とかってこういうの使わないじゃん、はいはい、この割りカラーをちゃんと入れてるんですよ、はい、だから外れてるんですよ。なるほど、がっちり噛んでる。ちゃんとノーマルしっかりついてる。すごいな、これ、ほら、こういうのってね。へえ、それが今、ここがちゃんと、はいはい、がっちりはまってたから、そう、逆に取れなかったと。菊ちゃん、はい、もしかしたらさ、はい、菊ちゃんの人生で初めて自分でバラすバイク、はい、そうですね、あのお手伝いだけはね、はいはい、したことありますけど、はい、初めて自分がメインでやる。はい、そういうことになります。なんか16歳じゃないですか、菊ちゃん。いや、やっぱり青春っていうのは48でも取り戻せるもんですね。そうなんですよ、年は関係ないですよ、これ気持ちですから、ね、じゃなかったら私も52歳になって、はい、ね、こんなシルエス乗ってないですからね。気持ちですよ、気持ち、ね、楽しくね。そうです、菊ちゃん、いいこと言う。人生は楽しくいきましょう。ただただいいこと言うね、菊ちゃん。菊ちゃん、はい、ガレ横横二塾、はい、一期生として、はい、ついにバイクバラシまで、はい、手を出しましたね。はい、めちゃくちゃ楽しいですね。でも菊ちゃん、はい、バイクの、はい、バイクいじりの一番の早道は、はい、バラして組む、バラして組む、ただただそれだけですよ。やるのが一番。例えばもう俺はもうバブ GS CBX、はい、死ぬほどバラして組み、バラして組みしましたけど、はい、もうネジ見ただけで分かりますから。いや、すごいな。いや、ネジとか正直まあ不安です。いや、そういうふうにね、あの知らない間になってきちゃうんですよ。でもね、キグッちゃん、はい、モンキーゴリラなんつうもんは、はい、本当400のバイクがちっちゃくなったのと一緒ですよ。ついてるものは一緒ですから。だからこれがバラして組み、バラして組みができれば、もうでかいバイクもできたも同然ですから。大きいようになる。じゃあ、はいはい。見事にバラバラになったじゃないですか。いやー、だいぶいきました。あとはもう綺麗にするだけです。これは何でしょうか。え？なんすか。ちょっとわからないですけど。え？実はですね、はいはい、私、はい、菊ちゃんがもう作業するっていうのはもう分かっておりまして、はい、いろいろ買ったんです。えまずですよ、はい、菊ちゃん、はい、これは6ボルトですよね。6ボルトです。はい、それを12ボルトに変換するキット。あ、すげえ。それともうバッテリー、はい、どうせバッテリー買うんで、はい、
ね、はい、6V のバッテリー買うのもお金かかりますから、はい、これを買ったんです。ああ嬉しい。 12V にしちゃった方がいろいろ楽って聞きますからね。もう最初にこれ俺が買っといた方がいいだろうと思って、はい、これもうバッテリーボックスもあるんですよ別で。あこれ専門の、じゃああの錆びてるのをきれいにするという作業は1個なくなるわけですね。そうです。わ嬉しい。そして、はい、6ボルトから 12 ボルトにすると、はい、当然バルブが全部変わるんですよ。はいはいはい、6ボルト用のバルブです。ああなるほど。電球たちすべて12ボルトのバルブ。わあすげえ。用意してます。いやありがとうございます。そしてですよ、はい、これは私非常に悩んだんですけど、はいはい、純正キャブもね、はい、ガスケットとか、はい、結構交換しなくちゃいけなかったんですよ。はいはい、メインジェットもやっぱり劣化がすごかったんで、はい、だその部品を注文するかどうか悩んで、はい、その結果、はい、新品キャブレターです。え？いやもう完璧じゃないですか。それで今、はいはい、スロットルワイヤーは、はい、今純正の新品頼んでますから、ね、はいはいはい、あ確かにちょっとねアクセルのとこね、だからもうこれで、はい、タイヤ交換チューブ交換、はい、これを全部やれば、はい、もう OK ですよ。走っちゃう。わあこいつが今はこんな姿ですけども。そうですそうです。わ嬉しい、はい、でとりあえず、はい、今日は最後に、はい、タイヤだけ、はい、外しちゃいましょう。わかりました、ね、はい、いやーやる気ががぜんまた出てきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はいお願いします。ひくちゃん、はい、俺が出勤前からさ、はい、もうやってるってどういうことよ。本格的に従業員になりつつあります。いやマフラー洗ってるじゃん、はい、錆を1回ブラシでっていうかさ、はい、何外この残骸。いやあれもあの1回洗ったやつを干してる感じです。えやばいじゃん菊ちゃん。え洗って錆って取れんの。超綺麗になってんじゃん。エンジンとか超綺麗になってんじゃん。今日は何をするんでしょうか。基本的にはこの 黒に塗るものと、うん、まあ鉄の部分ですよね、うんうん、フレームだったりマフラーだったりとか、うんうん、それとあとホイールがやっぱりだいぶこうね外してみたら汚れてるというか錆びてるんで、はいはい、ちょっと軽くこすりつつ、うんシルバーに塗ろうかなと。ああいいですね、はい、そして塗料は、はい、デイトナちゃんのそうですねスプレーですね、はい、本当このウレタン塗装と、うん、これね私よく使いますからね、はい、ちょっとした塗装の時は結構これ使ってますよ私は。そうっすよね、うん、これなかなかいいですよ。割と強いですよね。強いです強いです強いです、うん、ちょっとこれ二液性ってやつなんだろう、はいはい、塗り始めたらそう強いですよこいつじゃないと。そうですそうです、はいってやつで、ね、じゃあ早速ね、はい、エンジンもちょっと塗ります、まあね、エンジンも、まあ、ちょっとキックとかそこら辺マスキングして、はい、ちょっとこれ早く塗りたいね、はい、うん、シルバーね、はい、綺麗にしたいです。はい、じゃあちょっと頑張りましょうね、はい、よろしくお願いします。はいはい、じゃあキクちゃん、はい、早速シルバーから始めちゃいましょう。はい、ね、黒く塗る部分もだいぶありますからそうなんですよね、はい、とりあえず見た目が汚いより綺麗な方がそうですよ。そうそうそう、やっております。今日は暑いね。今日はね本当ですね。いや塗装日和ですよ今日は。キクちゃんは細かいなおいちょっとじゃあ行ってみます。はいよ。はい、そうダメ、はい、こういう上で止めちゃダメ。ほら止まってました。すいません、だからまだらになっちゃう。ちょっと
すいません、手早くやっていただいて。乾いちゃうからね。はい、確かにね、天気のいい時はよりね。そうですよね。まあ内側なんでね、はい、本当にあの表面塗ってれば、はい、錆びないですから。まあそういうことですよね、錆び止めみたいなことですよね。そうです、そうです、黒を軽く塗っていこうか、はい、でフロエムはさ、はい、あのスロットルの方は塗んない方がいいよ。あのフレームじゃない、あのハンドル、あ、これ、はい、そう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 ボード編、そうそう、メインに行ってね。わあ、やっぱ黒だからちょっと塗っただけでテカテカ。だから1回目はもうさ、キクちゃん、はい、足付けって感じだから、はい、適当でいいっすよ、はい、適当にやってるんで許してください。いえいえ、こんなんで十分ですよ。愛情ですからね、塗らないより塗った方がいいんですから。そうですよね、見た目がね。そう、菊ちゃんはな、サビが嫌いですから。そういうことです。トップブリッジとかさ、ハンドル周りなんか、はい、特に目に入るから。そうですよね、うん、綺麗に塗った方がそりゃいいよ。本当だよ。キクちゃん、そっちに塗っちゃったらさ、はい、ダメよ。下についたらあのくっついちゃうよ。このこれ以外は塗らない。ああ、これぐらい。ああ、オッケー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 。こういうのですよね、逆にね。そうなの。そう。塗るの難しい、隙間だらけ。そうそうそう。でもね、それ固定した方がいい、キクちゃん、もう固定して塗った方がいい。それで。はい。いや、もう形になりましたわ。ねえ、はい、あ、でも楽しそうですわ。横人が占いバイク屋さんって言われているのは、いかに愛情かけて一台一台組み立ててやってたかっていうのがね。いいこと言う。